何見てんだよ。その目つきが気に入らねえ。さっさと始めようぜ。私の出番ね。腰抜き野郎が。そいつか。セフィア。どうした？ガンガン行くぜ。俺の番だな。次見ろよ。次や。ああ。次は俺だ。で。よし。次。ここらで勘弁してやるよ。悪くねえ。いけるいける。調子出てきたな。後悔すんなよ。戦闘準備完了。私の出番ね。えいえい。ぶちかます。二人がかりだ。おや。よし。低下すぜ。やっ。別にしやる。死ね俺だ。よし。パンチ。やめろ。次は強すぎだろ。いい調子だぜ。また強くなっちまった。大人の渋みが出てきたぜ。いい感じだな。やってやろうじゃねえか。準備はできてるぜ。全力で行くよ。やっちまうか。せいかい。ガンガン行くぜ。何？ほら、来いよ。返してあげる。よそ見すんな。来いよ。行くぞ、ほら。いつでもどうぞ。行くぜ。どぎついの行くぜ。かかってこいや。腰抜き野郎
楽しませてくれよ。舐めてんのか。こんなもんかよ。ねえ俺だ。任せといて。ぶちかます。こっち見ろよ。ガツンと行くぜ。いい加減にしとけよ。ほら、完全復活だ。全力で行くよ。お、ここまで勘弁してやるよ。吸収が早いのよね。開けてみるか。開いたぜ。ガンガンいけるぜ。なあ、おい、いいね。うめえな。調子出てきたな。開けてみるか。やったぜ。何ここ。潰れかけのキャバレーつうか。足立さん、ナンバ、あいつが病だ。そうらしいな。まあしかし、なんつうバスエ感だよ。よくここまで来たな。ご苦労なこった。桐生さんはどこだ。ここにいると思ったから来たんだろ。無事なんだろうな。さあな。なんだと。おや、富澤君もお越しだったか。のこのこ面見せるとは大した度胸じゃねえか。それとも俺が舐められてるのかな。俺はもうこれまでとは違うんだ。桐生さんを返してくれませんか。それは口をパクパクするだけで通る話か。お前もうちにいた人間なら、我を通してならどうするかくらい分かってんだろ。
オタくんとかいい教育方針でやってるみてえだな。キリュウの腰巾着が一発の口聞きやがる。少しは期待してもいいんだろうな。ねえ、楽しんでいけや。ねえ、もうな、放っておいたら。そうよ、あんなの意地悪だ。すぐ終わるからね。しっ、ああ囲まれてお出迎えか。余裕しゃくしゃくだな。ここは病の根城だ。俺たちは完全にアウェイってわけだな。ほら、釘付けにしてる。俺の番だな。俺来い。いつでもどうぞ。もらった。どぎついの行くぜ。あるよ。ガンガン行くぜ。楽しませろ。どうした？全力で行くよ。行くぜ。おや。水にまで。ちょっと、そろそろ本気出してよ。親父、どうぞ。そうだな、たまには本気出すか。予想だ。こういうのは桐生に期待してたんだけどな。ぶちかまっ。ほら、一杯やりなよ。悪いな。ほら、来いよ。任せといて。決めに行くよ。うっしゃ。踊ってくださる？喜んで。それは俺だ。相手してあげる。ほら、全力で行くよ。二人がかりだ。腰抜き野郎が。
やんのかい。覚悟。はっ。やっ。おや。お似合いよ。よし、上昇上昇。これが俺の真骨頂よ。俺もまだ若いね。人生これ成長ってな。力ずくで聞き出しますよ。病富澤、これ以上手下の前で恥かきたくなきゃ、やるべきことは分かってんな。恥なんてとうの昔に捨ててるよ。どうした、手に持ってんのは飾りか。やめな。キリュウさんって人なら無事だよ。おい、でも組長さんに手を出すならこの先は保証しない。なんだよ、案外人望あるんじゃねえかあんた。いい女だ。俺はああいう人と初対持ちたかった。いいんじゃない、本気なら今からでも遅くないですよ。そん時は応援してくれ。入るよ、お客が来た。大きな声出すな、寝返しといてやれ。あんたら
桐生さんを見てくれてたのか。組長さんに言われてやっただけ。この人は組長さんの憧れの存在なんだってさ。病が運び込まれてきた時からずっと眠ってる。怪我は大したことはないが、内臓が弱りきってる。やっぱり相当無理してたっすね、キルさん。ここじゃ応急処置くらいしかできん。仲間ならさっさと連れて帰れ。病のやつ、こんなことだったら俺らとやり合わなくてよかったのによ。ああ、けど病も茜さんを狙ってたんだろう。まだ彼女を追うつもりなら話は別だ。いや、病。病、あんた茜さんのことはどうする気だ。茜ってのは例のばあさんのことか。ばあさんって言うんじゃねえ。そもそもあんたはなんで茜さんを追ってんだ。ハワイの裏社会がこぞって探してるからだ。どんな価値かは知らねえが、そんなもんは手に入れてから確かめりゃいい。そんな理由かよ。ハワイに来てだいぶ経つが、俺らはまだ売り込み中だ。バラクーダとガンジョーからは随分下に見られてる。だから連中が奪い合ってるもんを先取りできりゃ、そこでようやく交渉のテーブルにつける。交渉？格好つけた言い方してるけど、要は茜さんとラニちゃんの命と引き換えに利権が欲しいって話でしょ。連中が狙ってんだ。ばあさんには追われるだけの理由があるんだろう。だがラニってのは何のことだ。少し安心したい。それを知った上でのことじゃなかったんだな。説明させてくれ。信じるかどうかあんた次第だけどな。パレカナの代表が真の支配者で、ラニってガキを狙ってるか。作り話にしちゃだいぶお粗末だ。信用してくれるんだな。富沢の件にしろ、桐生の件にしろ、お前は嘘が上手じゃなさそうだ。それに連中がばあさん一人を血眼になって追っかけ回す奇妙さにもやっと納得がいった。ばあさんの剣からは手を引く。ガキを食い物にするほど金に困っちゃいねえからな。キリュウが目覚ましたらさっさと出て行け。うちの島にちょっかい出さなきゃ、お前らとはこれっきりだ。ああ病、最後に一つ言わせてくれ。ああ。キリュウさんのことを手当てしてくれてありがとうございます。恩に着る。死体の首取っとって何の看板にもなれやしねえってだけの話だ。いや、俺の中じゃあんたは男ぶりをあげたぜ。ま、あんたには何の足しにもならねえだろうがな。ああ、まったくだ。私は桐生一馬の家族です。おじさん、家は？お前、家がないのか？孤児院
黙って出てきた。お前孤児院にいたのか。じゃあお前いたぞあのガキだ、捕まえろ、絶対に逃がすな。よせ、おいよせ。その子に手出すな。もう大丈夫です。ここは安全ですから。春日。何があった？病と手打ちをしていろいろ話しました。あいつらは何も知らずにいたんです。ハワイの裏社会が茜さんを追ってたから彼女を探してたってだけで、他に新しい情報はありません。今もまだ茜さんとラニがどこにいるかは。そうか。あとは俺らに任せてください。キリュウさんの体はもうこれ以上の負担に耐えられません。みっともねえとこ見せちまった。だが全部承知の上だ。もう大丈夫だ。まだそんなこと。どう見たって大丈夫なんかじゃないでしょう、キリュウさん。私は昔看護師をやっていました。そのことを踏まえて聞いてほしいんですが。先が長くねえことは分かってる。だが俺にはやるべきことがある。ラニーや茜さんを救うことですか。あなたには無理です。何？日本に帰国して回復に努めてください。さもなくば春日さんたちの足手まといになります。私の任務は茜さんを一刻も早く保護することです。客観的に言って今のあなたがここに残れば任務に差し支えます。春日さんたちにいらぬ負担をかけ茜さんの捜索を遅らせかねない。結果的にラニという少女を危険にさらすことになる。それは本意ではないでしょう。ラニと沢村遥を重ねているあなたにとっては。沢村遥。キリュウさんにとって娘同然の存在です。100億の少女と呼ばれ大人たちの欲望に翻弄され続けた。キリュウさんが守っていなかったらきっと誰の目にも触れず闇に葬られていたでしょう。ラニの境遇は私の目から見てもかつての沢村遥と重なるところがあまりに多い。キリュウさんが強くこだわるのは理解しているつもりです。しかし今のあなたのコンディションでは人を救うことなどとてもできない。そんなのは元看護師でなくたって見ればわかる。もうその辺で。キリュウさん、しばらく休養してください。難波も帰国に付き添うと言ってくれてます。茜さんのこともラニのことも必ず何とかします。俺だけじゃありません。足立さんもじいちゃんもトミーもエイちゃんもいます。だからここは俺たちに任せちゃくれませんか、キリュウさん。情けねえな。てめえより若い連中にここまで言わせちまったか。俺は任せるか。俺はどっか人に頼るのを怖がってたのかもしんない。
怖がる。キリュウさんがですか。ああ、自分でも今初めて気づいた。長生きはするもんだな。ええ、そうですよ。分かった。すまないが、アカネさんとラニのこと頼むぞ。カズガ、みんな。はい。一番、おう。すまん。あの、おう。ハアカネさんとラニを見つけたら俺にも知らせてくれ。もちろんです。胃の一番にお知らせしますよ。お体大事にしてください。ああ。じゃあまたな、一番。ああ、いやちょっと待った。一ついいか。お前、ハワイ来た途端、ちいちゃんなんか捕まえやがって。サッちゃんのことはもういいのか、この野郎。そんなんじゃねえって。じいちゃん、下手すりゃ二回りも年下だぞ。それがいいってこともあんだろうがよ。俺は全然ありだぞ、じいちゃん。はったく、せっかくハワイ来てくれたのに、こんなバカ話する暇もなかったね。悪いと思ってるよ。まあいいって。じゃ頼んだぜ、ナンバ。おう、それじゃあな。
堂島の竜に後を託されちゃった。責任重大だね一番ね。けどやってみせるさ。それで何か茜さんたちを探す当てはあるのか。また動画上げてコメント待つってんじゃねえだろうな。あれも悪い手じゃなかったろ。今この瞬間にだって茜さんからメッセージが来るかもしれねえんだ。茜さんが所長をやってた養護施設があってよ、そこはパレカナが運営してんだ。じゃあそこに行けばパレカナの人間と接触できるわけか。もう行ったことあるけどね。その時はまだブライスの正体を知らなかったけど、手がかりはなかったよね。それにあそこの人たちがギャングなんかと関わってるようには思えない。とはいえ今んとこ心当たりがあるのはあそこだけだからな。また行って確かめるほかね。わかったよ。現場百遍は捜査の基本だ。いい気分。Now this is real! 戦闘準備完了。全力でたまるぜ。大丈夫敵じゃねえか。よし。たまには将棋やるのもいいな。ガキの頃は近所じゃ一番うまかったんだぜ。へえ。そんじゃ今度手合わせ願うとするかな。いつでも受けて立つぜ。俺に指さばきで勝てるかな。えらい自信じゃねえかん？指さばき？おお。音を立てず人思いに駒を引くのがコツよ、将棋崩しの。これ将棋崩しの話だったのかよ。よっしゃ！お、調子いいね。寿司屋のお茶ってなんか激アツな温度の多くないか？そりゃ口の中に残るネタの油を溶かして洗い流すためだな。そのおかげで次のネタも美味しく食えるってわけだ。はあ、なるほどな。暑さで油を溶かしてたのか。まあぶっちゃけ俺は猫舌なんだがな、この話を知ってからは暑さに耐えて根性で一気飲みしてるぜ。それ逆に舌やけどして味わからなくならねえか。確かに仲良し。いただきます。いただきます。
ハワイでうまい料理いろいろ食ってきたけど、こういうとこでうどん食べるとなんか安心するな。なんつーか、家に帰ってきた安心感みたいな。まあ言いたいことはわかるけど、そこにある寿司じゃダメなのか。日本の代表料理だろ。それカリフォルニアロールだろ。ダメとは言わねえけど、カリフォルニアロール食って自分の家に帰ってきた感覚にはならねえな。だな、どっちかっていうと転校生のうちに遊びに行った感覚に近い。なんじゃそりゃ、よくわからん例えだな。トミーも外国行った先で馴染んだ料理食べたらわかるかもよ、そういう感覚。まあ海外とかで食べ慣れた味にあったら確かにちょっと安心するのかもな。おうよ、今度トミーが日本に来ることがあったら、めっちゃうまいきつねうどん食える店に連れてってやるぜ。お、富澤からしたらそこはハワイ料理なんじゃねえのか。ごちそうさまさん。 Thank you very much。アロハ。いただきます。いただきます。この海藻サラダ、シャキシャキしてて食感がいいな。オゴがいいアクセントになってるよな。これオゴっていうのか。噛めば噛むほど旨味が出てたまらねえな。海藻セットみたいなの売ってたら買って帰ろうかな。いいんじゃねえの。ただ間違っても海で取ろうとすんなよ。オゴは毒性があるからな。市販品なら加工されてて問題ねえけど、そうでないのをそのまま食ったら食中毒でヤバいぜ。マジかよ。勝手に取る気はなかったが、そういうパターンもあるんだな。まあフグとかも似たようなもんか。ナンバはキノコや野草はとりあえず食べてみて、いけるかどうか判断してだな。それ絶対にやったらダメなやつだろ。だいたいいけなかったらどうなるんだ。宇宙とつながりかけたと言ってた。思ったよりヤバい人だったんだな。まああいつは試食のプロみたいなもんだからな。絶対に真似すんなよ。絶対にしねえよ。Thank you. アイスの路面店を見るとトルコアイスを思い出すんだよな。あの伸びるやつ美味しいよね。確かに路面店多いかも。一番もあれ好きなんだ。まあ好きっちゃ好きなんだが、それよりも店主がアイスを渡してくれそうで渡さないパフォーマンスがあるだろ。なかなかアイスくれないやつね。渡されたと思ったらカップだけとか。あれに勝ちたい。勝つって何。わかる。俺も常々一矢報いたいと思ってたんだ。足立さんもか。あのカップクルクルしてる瞬間奪えそうなんだよな。あれ途中何回かチャンスあるよな。でも
全戦全敗だ。きっと何か攻略法があるはずだ。いつか勝とうぜ、あの親父に。ああ、俺たちの本気を見せてやるぜ。千歳も一緒に行くかい。絶対にあんたたちとは行きたくない。シェーブアイスうまそうだな。後で食おうっと。かき氷といや、縁日とかでいつもブルーハワイ食ってたせいか、ハワイは青みたいなイメージを勝手に持ってたんだよ。ああ、俺もブルーハワイがハワイ代表だと思ってたわ。だろう？まあガキの短絡的な発想でしかなかったんだが、いざ実際にハワイに来てみて、この海や空を見たらよ、あながち間違ってなかったなって思うぜ。綺麗な青だ。そうかもな。今になって答え合わせってわけだ。そんなハワイを楽しむためにもいろんなとこ行って遊ぼうぜ。で、金使いすぎて真っ青にならねえようにしねえとな。よっしゃ。あのくらいの犬を見ると警察犬と捜査したことを思い出すぜ。警察犬か、かっこいいな。相棒として手なずけてたのか。いや、相棒っていうよりもお犬様って感じだったな。能力を発揮してもらうためにめちゃくちゃ気を使ったぜ。まあそのおかげで犬の扱いはちょっとうまいんだけどな。マジか、ちょっと驚きだな。イメージと違うだろ。大変なんだよ警察犬の捜査って。いや、足立さんが気を使って働いてたことに驚いてる。どういう意味だこの野郎。仲良し。いらっしゃいませ。ありがとうご…いらっしゃいませ。ありがとうございました。
Aloha! Thank you very much. いただきます。フレンチトーストに粉コーヒー、そしてエッグベネディクト。なんか映画とかで見る優雅な朝飯がそのまんま出てきたような感動があるな。そんな大げさな。一番はこういうの食べないの？そりゃこういう機会でもないと食わねえよ。いつもは卵かけご飯にわかめの味噌汁とかだぜ。私はそれも十分いい朝ごはんだと思うけどな。まあ大好物だしな、卵かけご飯。毎日食ってても飽きねえし、このフレンチトーストがハワイの人にとってのそれなのかね。かもね。足立さんは朝は何食べてるの？やっぱり牛乳にアンパン？ちとせ、俺が毎朝張り込みしてるとでも思ってる？俺は最近オグラトーストにハマってんだ。トーストにバターとあんこを塗って食べるんだけど、うめえんだよ。これにホットミルクが今のブームだ。それ結局牛乳にアンパンじゃないの？おいおい、俺の話聞いてたか？食パンにあんこ塗って。あ、本当だ。まあ厳密にはいろいろ違うんだろうが、結果的に張り込みセットの親戚みたいなもん食ってんな。刑事時代の修正がこんなところに出てくるとは。ごちそうさま。さ、 Thank you。 喫茶店とかでパソコン開いて仕事する人多くなったよな。日本でも最近よく見るけど。まあ働く場所を選ばない時代ってことなんだろうな。俺は誰かに画面とか見られそうで落ち着かねえからやらねえが。お、セキュリティ意識ってやつか。立派な心がけじゃねえの。だろ、パスワードも全部変えて危機管理は万全よ。それちゃんと覚えられてんの？いや、最近物忘れがひどくてな。だから思いつく単語を片っ端から入れてなんとか突破してるぜ。そのセキュリティ綱渡りすぎるだろう。よっしゃ。結構好きなんだが、たまには和食も食いたくてな。まあ気持ちはわかるぜ。卵かけご飯と味噌汁が恋しくなる。俺納豆ご飯を食いたいぜ。毎朝のルーティンだしな。って言うと？毎朝納豆を500回混ぜてから食うのが俺の日課なんだよ。きめ細かな粘りになるし、腕も鍛えられて一石二鳥さ。朝っぱらからストイックなことやってんだな。仲良し。
どうした？風邪か？いや、誰か俺のこと噂してんのかもな。最近足立さん見ないわね。寂しいわ。みたいな。日本に残してきた子猫ちゃんたちを思うと心が痛いぜ。くしゃみ一発でそこまで語れるってさすが足立さんだぜ。そんな褒めるんじゃねえよ。よっしゃ。金持ちが遊びに行く場所だと思ってたな。確かにな。今は普通に家族旅行とかで行く感じだけど。ハワイが憧れの地みたいなのはもうおっさんの発想なのかもな。そんだけどこにでも手軽に行ける時代になったってことだ。つっても俺はあんなきっかけがなけりゃ来ることもなかったかも。まあ理由はどうあれハワイにいるのは事実だ。満喫するぞ。そうだ、土産屋でペナント買おうぜ。それこそおっさんの発想だろ。だいたい売ってんのかよ。うん、わからん。なかったらご当地提灯でもいい。勝手に探してくれよな、おっさん。仲良し。蹴りたくなるよな。そう、まあ気持ちはわかるぜ。カスがなんて叫ぶんだ。ヤッホーかな。それ山で叫ぶやつじゃねえの。山彦とか。実際叫んでる人見たことないけどね。俺は山登ったら叫ぶぜ。山彦が心地いいんだ。じゃあ今度みんなで山にヤッホーしに行こうぜ。おお、行こう行こう。この辺はいい山も多いしな。私は別行動で。逃がさん。ハロー。